はい。えー、それでは今回は、スタート予約とズームの連携について解説します。管理メニューからアカウントですね。え左サイドバーの一番下にズーム連携とありますの、ね、で、こちらをクリック。で、こちらなんですか、有用プランに加入しないと設定ができません。まあ、ズームなので。はい。こちらですね。ズーム連携。えー、まあ、簡単に、 オンラインレッスンを実施できます。連携しですね。この3つのプラン。え、プラチナスタンダードライトですね。まあ、プラチナがこのお値段。スタンダードがこのお値段ですね。ライトがこのお値段。有用プランに加入したらですね、ぜひ使ってみてください。設定箇所は先ほどのところですね。この、えー、o o m 連携ですね。えー、こちらから設定できるようになりますので、ぜひ使ってみてください。